ここで話を聞いていくんですが、今日の舞台はどのところですか？全部右側なんです、肩と、膝と足首の痛み。もう一回言って。肩と右の肩と、あと膝と足首の痛みで、まあ、一番ひどいのは膝か肩なんですけど、まあ、足首はそうでございます。何やっていたかな？なんか理由は結構全部わかんないんですけど、でも普通に練習して、レスリングの。はい、で、気が付いたら痛かった。はい、じゃあ、どういう動きで一番痛いか教えて。足首はこう、グニョグニョすると痛くて、じゃあ、この上ではできる？やっぱ痛い？ここはやったりするどこですか？ここは痛いです。普通はこっちが痛いんだけどね。こっちが痛いんだ、はい、縮める方が痛いよね。こっちは痛くないです。うん、OK、こうした時はここが伸びるからさ、伸びる方がいつも痛いんだよね。でも縮める方が痛いってことは、あの別の理由があるんだね。膝はどうやると痛いの？膝はこう特に押したり触ったりするとすごい痛くて。あ、待って待って、これをこう押すんじゃなくて、触ると痛いの？触ると痛い。どこが痛い？ここのお皿の上、はい、これね、はい、はいはいはい、OK、 痛いのはそこだけ？はい、OK。 あとは肩は、こう伸ばしたりすると上まで痛くて、こうストレッチでこう伸ばしたりとか、何もなくこう伸ばしたりすると痛くて。前が痛い？ここが痛いです。横ね、はい、上のとこ、ここ、はい、それともこっち、ここです、これ、はい、前だな。あ、骨の上？あ、そうです。OK。 首は？あ、首もこっちは結構痛いです。 OK。 ちょっと向こう向いて、はい、これさ、はい、おそらくね、まあ、でもさ、これ痛いんじゃないの？あ、痛いです。でしょ。でもこっちはそうでもないんじゃない？あ、そうでもない。痛いけど、こっちの方が痛い。あ、痛いです、ね。ということは、分かったぞ。交渉、でも、耳は白いこのスマホなんか、して、右に倒すと痛い。あ、こっちは痛くないです。痛くない。こっちの方がなんか重い感じで、重い感じがする、はい、これをさ、はい、手をさ、こうした状態で顔を左に倒してみて。これだと欲しい？あ、でもまだ痛いです。痛い、はい、ちょっと後ろ下がって、はい、これで手を真横、はい、これでやってみて。あ、痛いです。痛い、はい、こうしてみて。あ、多少いい、はい、で手のひら上。あ、全然こっちの方がマシです。いいでしょ、はい、OK。 ということはここがおかしいんだけど、はい、反対側の肩に問題があると思うんでね。大体分かってた。じゃあ仰向けてお願いします、はい。こっちはさ、柔らかいじゃん。ああ、まあ硬いよ、硬いんだけど、はい、こっちの方がもろに骨みたいな感じになってるでしょ、はい、痛いです、はい、ね。で、前田君これ見て、親指がさ、めちゃこっち長いでしょ、はい、これ1センチ以上だよ、2センチぐらい長いでしょ、こっちの方が、はい、ね、これちゃんと並べてるでしょ、はい、並べてても、こんなに違うということにしてもらったこの違いやばいよね。ちょっとここに乗っけさせて、これでさ、こんなに違うって分かるかな。分かるよね、これね。ここ2センチぐらい、2センチ以上下がるんじゃないかな、うん、だから症状が出てる方はこっちなんだけども、はい、でも問題はこっちにあるのかもしれないとか、はい、だからこれがそうなった時に痛みが消えるんだよね、はい、で症状は全部右側に来てるんだけど、はい、原因はね、左側にあるのかもしれないんだよね。だから左を治すことによって右側の足首、膝、肩、首が改善してくると思う、はい、なのでまずやっていきます、はい、OK。で、おそらくね、腰はこれが痛いんだよ。痛いです。痛いでしょ。右は痛くないでしょ。あ、ね、これが痛い。ということは、いろいろ問題が見えてくるわけ。膝を曲げます。
お尻を浮かして、これ痛い？大丈夫です。ちょっと殺して。じゃあ丸まります。これは？大丈夫です。大丈夫。これ大丈夫です。これ大丈夫。レスリングで毎日回転運動みたいなのやってるもんね。これは？大丈夫です。こっちが柔らかい。ね、オッケー。こっちちょっと硬いよね。はい。オッケー。じゃあそれで、よっ。これでしょ。ね。一回お尻浮かして、はい下ろして、で丸まります。丸まる。これここまでいっても平気？はい大丈夫です。大丈夫。はい、オッケー。よし。さあそれで前田君はね足をねこういう風にぐーっと持ってきてほしいの。はいお願いします。そう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 、しっかりしっかりしっかり。いいねいいね、もちょもちょ。はいオッケー。きついでしょこれ。反対側はね楽なの。やってみて反対側。こっち楽でしょ。あ、楽です、ね、はい、反対、もう一回あのやってほしい。そうそうそう、こっちがさ、動きが悪いんだよ。もともと、はい、ぐー、そうそうそう、もうちょい頑張って、もちろんもちろん、はい、1、2、3、4、5、はい、力で、はい、もう一回いきます。はい、ぐー、そっからさらにお願いします。はい、1、2、3、4、はい、OK。こうすると、見て、さっきより揃ってない。ああ、全然ない。いいでしょ。これで、あ、さっきよりいいんじゃん。ああ、全然いいです。途中経過なんだけど、だいぶ揃っちゃったよ。ちょっとここ、浮かして。こうして、これ。さっきまで2センチだったんだけど、これだと、今ね、7ミリぐらいになったね。はい。うん。面白い。感じだ。さあそしてこれをね今からやっていくんだけど、ここの硬さ痛いでしょ。痛いです。やっぱりこれが硬い。OK です。やってみて。自宅からここまでどれくらいかかるの？1時間弱ぐらいです。1時間弱ぐらい、はい、大学からは？大学からだと、まあ、同じぐらいです。同じぐらい、はい。高校生の時よりさ、はい、めっちゃここ体型良くなったんじゃないの？ありがとうございます。ねえ、でもだいぶ痩せました。痩せてさ、筋肉ついてさ、はい、そう、モテモテライフじゃないの？いやいやそうでもない。はい、どう？さっきよりはいいです。いいよね、はい、OK。 首どうかな？疲れきゃ分かんないね。首もでもさっきよりはいいんですけど、まだ OKOK、重い感じがします、うん、いよいよこれで治ってもらっちゃ困るからね。大丈夫でしょ、はい、OK。 これね、チャリやりすぎだね。こんにちは。お風呂へどうぞ。はい、すいません。はい、じゃあ俺がここをしてるときは足どう？入れて。ああ、痛くないです。大丈夫でしょ。プラス、ここだよ。はい、やって。あ、全然全然いいね。よし、OK。 じゃあ起きてチェックしてみて。でね、やってほしいのは、こういう、ここを伸ばすエクササイズですね。なんかこういうふうにひねる。で、右側だから、こっち側からやってみて、はい、膝をここに乗っけて、で、そうそうそう。うん、これ、めちゃ硬いでしょ。はい。うん、めちゃ硬い。そう。で、まっすぐのまんまこれを伸ばそうとするとこれが腰取っちゃうじゃん。だから腰に良くないの。なので体をひねる。
逆やってみて。逆の方はそんなに痛くない。じゃあエクササイズは、この格好をしながら体をこっちひねるでしょ。さあそしてで、まあ、この辺よく伸びてるよね。それでさ、もう一回肩上げてみて。全然痛くない。最後の方だけ痛いです。OK。そしたらその時はこれをこうするわけ。はい、それで上げてみて。全然痛くないでしょ。はい。はい、で首はどう？首は全く痛くない。全く痛くない。OK。じゃあここでもう一回その足首やってみて。はい、かなり痛いね。はい。膝はどう？膝も全く痛くない。OK。でね、おそらくもう自然にこれ治ってくるから、はい、このまま一回様子見よう、はい、痛みが継続したりまた練習して別の怪我になってたらまた教えて。ありがとうございます。頑張ってください。ますチャリンコすごいね。1日8時間自転車こぐらいですよ。8時間すごいですね。レスリング部なんですけどね、やっぱりすごいよね。この大腿四頭筋やばいね。羨ましい。